じゃあもう全中入って、はい、ナナエちゃんとかサソリくんとかバッキーとかいてもなんかライバルじゃねえなって感じだった？いや、そんなことないです。もう体が大きいんで、私、はい、全然、はい、本当私のイメージの中でね、ナナエちゃんはあの初めちょっとぼっちゃりしてたじゃない、はい、すごく、はい、なんかあんまり動けない感じなのかなっていう試合とか見てて思ったんだけど、はい、もうどん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 さ、すっごい練習してさ、はい、あの肉体からだと思って、はい、どんどん変わっていったんだけども、はい、ああいう初めからできるって感じじゃなかったでしょ、初めは。いや、できるって感じだった。そう、はい、であのもう基礎はもう全部学んでる。だってプロテストに合格して、うん、あ、そうだよね、もう1回やめて、平成7年組で、はい、プロテスト合格して、平成8年でまたプロテスト合格、うん、1回でも合格してるので、うんうん、あのもう全然初めのうちはもう七重の方が全然上、はい、上でした。はい、感じだったね。はい、あ、本当。もう私がもしもね、ももが同期だった場合、はい、絶対叶わないなと思って、はい、ありがとうございます。多分潰して辞めさすしかないと思ってる。多分思ったと思う。同期だったとしたらですか？同期だった場合ね、こんだけ動けて、はい、で私はあの柔道やったからさ、あの、はい、スパーリングとかさ、そういうのは強かったんだけど、はい、あの全然基礎体とかできなかったわけ。多分すっごいできたと思うから、どうやってこいつやめさせようかなって考えたと思うぐらい本当にすごいと思う。ありがとうございます。本当にすごいと思う。もうどうにもなんないもんね、太刀打ちできないもんね。あの例えばさ、はい、バーンってあのなんていうの、力でバーンって見せたりとか、はい、いろんなことをやる中で、はいはい、ヒュッと入ってきてさ、クルッてやっちゃったらさ、もう全部持って帰っちゃうじゃん。で、こっちはどん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 ちょっとずつちょっとずつ積み重ねて、はい、あのね、やった中で、はい、いきなり完璧、あのもうすぐさ、入って切り返されちゃうっていう、ヒュッてやっちゃってさ、それがうわーって湧くわけですよ。いや、でも、いや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 、では全然です。あの自分がどんだけ攻めて追い込んで頑張って動いたけれども、うん、あの一発でドーンって返される方が結構、それはね、もう今まで動いたの全部ゼロみたいな。あ、そうか、はい、逆にそっか、はい、ごめん、私さいつも攻めることばっかり考えたんだけど、はい、攻めて攻めて攻めて、で、もも入ってきてバーンってやられて、おっって湧いちゃった、はい、チキショーと思ってる。ごめんね、今ね、試合の話なんですよね。あの試合の感じ。そっかそっか。そんで、ももにバン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 ってやらしといて、はい、で、あ、そうか、最後バーンでいいんだ、はい、いいとこでガーンガーンで、あ、ありがとうございます、はい。もうだからもう今まで動いたの返せって言いたいぐらい。そっか、なんです動いてる、はい、そういう感覚なんだね。うん、はい、もうすごい疲れるんで、あのやっぱり、ね、あの人の何倍も練習しないとこれダメだなって思って、うん、もうだからウォーミングアップで始め、多分あの目黒のあそこのランニングコースを走って、うん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 、多分縄跳びを多分すぐ飛ぶんですけど、うん、それもやっぱ人のでも縄跳び飛んでスタミナがつくか分からないんですけど、うん、結構 何本も縄跳びあの切れ、うん、自然に切れるぐらい、ぐらいやったんだ、はい、やじゃ あの練習っていうのは、みんながあの決められたやつを以外、はい、以上やってたの、はい、あと、自然となんだ格闘技戦っていうのが、うん入ってきて、うんうんうん、あの出稽古行ったりとか、うん、みんなが練習を前場の時に、はい、うん、みんなが練習終わっててもそこからさらにこうやらなきゃいけない状況がもうありました、うんうん、お前あのみんな一周目黒なそう一周だけど、うん、お前三周なみたいな感じで、はい、格闘技もやらされてたんだ。そっちかつと初めに新人の時にやりたいですって言ったというか、あのやりたい希望出してたわけじゃないんですけど、うん、なんとなくそういうのをちょっと、うん、雰囲気でやってたあ、そうだったんだ、はい、なんかあの多分私がいた時にもしももももがいたとしたら、はい、多分すごいもう早めにボバンとあのデビューさせて、はい、誰かと組まさせて、はい、誰だろうな、分かんないな。でもそっか、身長がちっちゃいのか。でもいいや、誰かと組まさせてすぐに、はい、あのなんかですごいあのペアでやっただろうね、はい、お母さん、ロッシーがいたらね、はい、新人の時、うん、前川さんと
組まさせていただいて、うん、多分 3WA とかに、ね、挑戦した時があったの、ありました。あと伊藤さんとも、うん、本当新人の時だったので、うんうん、北海道でラスカチョ対伊藤中西、おお、いいじゃない、すごいド新人だったの、うんうん、もうな泣きそうなぐらい嫌で、うんうん、怖くラスカチョさん怖くて、はい、ラスカチョはまだ全所にいたの、それとももう無理になってんの？いやいやいや、もう全然全所でいらっしゃって、はい、もう大先輩で、はい、余計怖い、うん、はい、もう血まみれ、血ドロドロで、あと、あとでも下田さんがあの時の血臭かったって言ってました。あの時はじゃあ結構ドロドロな感じなんだ、はい、あるんでね、あのスルスルの血の人とドロドロの血の人とね、はい、で溜まったってますみたいな、そのしょっちゅう出すもんじゃない出すはずか、そうだよね、はい、いやもう本当に普通はね、はい、そんなにちょこちょこ出すもんね、出しますね、はい、私もね、あのアジャとやってる時には、はい、もうほとんど毎日流血したから、毎日もうスルスルだった、綺麗なね、血、それはあの血なくなるじゃないですか、貧血にならないんですか、うん、ねなんか、まあ、食べて作るんだろうね、はい、体がね、自分の中でね、だから、はい、毎日毎日やるもんだから、はい、早く作んなくちゃいけないと思って、はい、体頑張ったと思う、でもうその考えられない、分かったんだもん、あ明日も多分流血するだろうなっていうふうに、はいはい、体が分かって、はい、血を作ります、血を作りますってやったと思う、多分あの傷口ってそのすぐ塞がらない、塞がらない、多分だ次の日試合したらまた開いちゃいますよ、ね、うんうん、あのさ今はさあのすごくいいさ、なんつうんだろう、攻め台みたいなね、あの傷口に塗るやつが、はいはいね、ある、はい、あるんだよ、昔はさなかったから、あのね、バタフライ、バタフライあのテーピングで切ったりとかしたんだけど、もうそれでも収まらないから、あの本当の攻め台をさあのやったわけ、もうそれってさ一回やってほしいんだけど、本当に痛いの、本気で痛いの、食器を洗ってる時に、うん、ここパカって割れるんです、うん、あの冬、うんうんうん、寒い時、うんうん、それがすごい痛くて、そういうような、うん、あのそれ用のね、はい、それ用のやつは、それがそれ用のやつすごい痛いです、あ本当に、はい、それ用でもすっごい痛いです、でもあのとりあえずガードされて、うん、そのまま食器洗えるんですけど、うん、それがここですか、うん、ここに、うん、でもね、あのあそれ用でも痛いんだ、はい、今でも痛、最近はやってないですけど、もう最近はもうあのゴム手袋すればいいんだけど、そうだよね、はい、あの本当の攻めラインでやると本当に痛いから、本当の攻めラインすごいですね、うん、もうねあれの痛さはね、アロンアルファですか、アロンアルファじゃない、危ない、あの本当の攻めライン、はい、なんか200円ぐらいで売ってる、チューブのね200円、安い昔はさそんなのしかなかったからそれ買ってさ、それでやるとね本当にしびるからね、試合の痛さをね忘れさせてくれるわけ、はい、そっちの方が痛いから、そっちの方が痛い、なんかお得200円でお得みたいな、お得じゃないな、お得忘れられるから、まあお得ですね、お得な感じだった、あそうだった、いやでもなんかあの、うん、筋肉痛か怪我かなんかした時に馬に塗る、あうん、あれなんていう、バユなんか、バユ、うん、あれをやら、膝の裏ふくらはぎかなんかに、うん、あのボブヤザーに塗られた時に、うん、あれもうありますか、私はやられたことないけど、あれもう火、ここに火がついてるみたいな感じでグワーって熱くなって、うん、治ったの、あもう治るは治るんですけど、能見くんとかもう道場の中ずっと行ったり痛い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 って、もう三重の道場から出てってあの道場前もう暴れ回って、うん、結構みんなヒヤーってなってます、じゃあ前場の最後の方はあの馬の油だね、あのやってたんだね、あれ、はい、あれね本当に貴重でなかなか手に入らない、そうなんですよ、だからボブちゃん多分選手のためにすごい集めてくれたんだと思う、人間に塗っていいんですか、いいんだよ、え、いいんですか、でもね、なんか私も一回ね、あプロレスやめた後に塗られたことあった、あのもらったことあったんだけど、はい、なんか一回しかダメだとか、なんとかってなんか言われたことがあった気がする、なんか1ヶ月ごとじゃないとダメだとか、いやもうあんなのしょっちゅう塗るものじゃないと思いますだよね、心臓発作止まっちゃってもうなるんじゃないかっていうぐらい痛いんで、
あ、馬用ってことではないんですね。馬用じゃないの。馬用なのかと思ってました。どっかから取ってるんで、またね、かわいそう、馬も大変だと思うんだけど、はい、うん、そう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 、なんかちょっとしか取れないやつなんで、だから本当にちょっとしかね、あの手に入んないやつだと思うんだけど、それじゃあみんな選手に濡れるぐらいだから、いっぱいあちこちからやったんだろうな、きっと、うん、すごい貴重だからね。あ、うん、はい、そんなのがあったんだ、はい辛い思い出の一つで、ね、でもあの、まあ、デビューして、はい、お父さんもお母さんもご兄弟も、はい、みんな喜んで、そうですね、デビュー戦も見に来てくれました、何人か誰が見に来てくれと、うんうん、大阪でやったの、それは、いやいや、後楽園ホールで高橋七海と